アスタイルだったので早めにお風呂に入っちゃいました。はい、というわけで、どうでしたか今日のエッサコイサレディオは。暑い。あ、そう、今日はクレープ会だったんですよ。クレープ食べました。クレープをみんなで食リポしました。部長？リーダー？ラジオ聞いてたよって、ありがとう。あ、20分遅れで聞いてるってよ。あ、マックス1回派の人いるね。今日も食レポ対決にぎやかで楽しかった。さあ今日はマックス時がもうちょっとで終わっちゃうから、2回か1回かどっちに乗るかみたいな話をしてました。そうなんですよ。トレンド入りしてる、嬉しい、ありがとうございます。いいね。ナイピーの食リポ、え、本当に美味しかったんだよクレープ。2階だと景色がよく見えるんだよね。そっか、ほぼ寝てるからな、リクライニングシートの方が嬉しいかも。そうなんですよ。横山さん卒業寂しいですね。連絡しましたよ。私もびっくりしました。あ、モバメの写真がアイスだったからアイスだと思った、違いました。寝るなら1階だねって。あー、確かに寝るときは1階なのか、寝るときは1階なのかっていうのもちょっと変だけど、でもあのあれですね、何言ってたんだっけ。あ、そうだ、あの最近マックス時315じゃない、マックス時もだいぶあの本数が限られてきてるから、マックス時に乗る時マックス時に乗る時すごいなんかいろんな人が写真とか撮ってたりとかして、なんかもうちょっとで終わっちゃうんだなっていう寂しい気持ちになります。昨日は珍しく2階に乗ったよって。おー、あ、でも私もこの間珍しく2階でした。もう乗れないかなって、もう乗れないかも。10月1日ラストランみたいですね。そうなんですよ。そう、あともうちょっとね、グッズ持ってるよねってね。カイリちゃんとかがいっぱいツイートしてたかも。フランボワーズのクレープ食べに行きたい。フェアリーキス、イチジクのコンポート、どちらも美味しそう。そう、美味しかったんですよ。めちゃくちゃ美味しかったんですよ。ラジオで食べさせてもらったんですけど、私はあのシャインマスカットの方、フェアリーキスっていう名前のあのクレープを食べました。食リポでは、番組内では。でもその後イチジクの方も食べました。そうなんですよ。ちょっと待って、いろいろ見てみますね。ラジオには基本的に参加メンバーが絡んだ曲が流れてくるようですね。あ、そうなんですよ。なんかもう行ったら台本に何流れるか決まってて、めっちゃ汗かいて暑い。冷房もつけてるんだっけ。パーカーの整理？ちょっとこっち向いてくださいな。ふわっ、うっ。
いんじゃない。あ、これで風来るかな。これで風来るかな。微妙だな。うん、風強くしてみるか。ちょっとうるさくなっちゃったごめんね。あ、これはめっちゃうるさいかもね。あ、でもめっちゃ涼しいよ。扇風機みたい。扇風機みたいだけどめちゃくちゃうるさいな。どうしよう。まあ大丈夫、そんなうるさくない。いける。私のこのおでこを冷やしてほしいんだけど。空気清浄機って言えばいいのかな。本当は加湿器なのかな。これ加湿機能今使ってないんですけど、冷風の送風だけ使ってます。大丈夫だった。あ、よかった。意外に静か。さすがダイソン。よいしょ。いいねいいね。ちょっと待って。なんかな、ちょっとさ、最新のところから見てるからさ、後ろから遡ってて。そう、あ、こりゃほぼノーカットの放送も聞かなきゃだなって言って。春どこいいよね、春どこいいよね。モフちゃん頑張る。モフちゃんではありません。うちのモフちゃん。オーディの完全版。おお。ん？30分もラジオ聞く時間ないの？そんなに忙しいの？聞いてん。あ、ドローンジェラシーの雰囲気とエッサー恋さーがすごくマッチしてた。やった。そう、あの、なんか私このエサコイサレディオの収録の前に、あのいいねっか村上のリハーサルをしてて、でその時にあの青ちゃんとナナミからあのエッサーコイサーのあのレクチャー受けてたんですよ。そう。そうだからなんかあの練習してから行ったので本番うまくできました。そうなんですよ。そうなんですよ。またなんだろうな。そう、ドローンジュラシー並べたね、流れたね。すごい、喉イガイガする。さっきそうめん食べたからかな。ドロンジュラシいいね。ドロンジュラシ可愛い曲だよね。ボーンボーン、私嫉妬深いのよ。歌詞が若干怖いけどわかる。でも可愛い曲。じゃんけん大会現地でめっちゃ湧いたわ。わかる。私もその時あのセンチメンタルトレイン披露したので、あの会場には行ったんですけど、すごいみんなが勝ち進んでいく様子がワクワクしました、ドキドキもしたし。あ、俺はマックス時は1階と2階の間が一番好き。あの1階と2階の間のちょっとしたスペース本当にあるよね。なんか3列くらいしかないんだけど。のところ。うん、でもスタッフさんはあそこが好きって言ってたな。なんかさ、どこだっけ、8910号車あたりにありますよ、ね。そうなんですよ。
あそこいいよね、特別感があって。 FL 席っていうの、 FL 席。うーん、なるほど。やばい、この人おもろい。ひなたん、山田、やひこちゃん。なんだっけ、山田表記。お疲れ様でした、ありがとう。ひなたん、シャインマスカット好きなの知ってる、知られてた。やひちゃん、提供読み上手だね。確かに。だってすごい、みんながいっぱいツイートしてくれてて、全然最初の方までいけない。ひなたん、やっぱグリーン車でしょ。え、全然自由席です。え、フランボワーズさんにはスポンサーになっていただいてるだけで感謝しかないので、クレープ引き換え券とか申し訳なさすぎて、当たったとしても使えない。優しい。当ててください、当てて使ってください。美味しいクレープ食べて。お願いします。いつかグリーン車で東京行きたいなーって。あー、なんか私グリーン車あんまり、なんかグリーン車あんまりって言ったらあれなんですけど、なんか乗ってる時間は別に短くならないからなーって思っちゃうんですよね。グリーン車に乗ったら、なんか2時間かかるところが1時間半とかだったらめっちゃ乗りたいけど、そう、なんか乗ってる時間は別に短くならないしなーっていう気持ちになっちゃいます、実は。そうなんです。ナピー絶好調やねって、最高で、確かに。ノエやばかった、結構1回派なのかって。そう、1回派だったな。うん、寝てしまうから関係ない。あ、うまい、うまいよ、久しぶりに聞いたって、わかる。そういえばそうだったわって思いました。そう、だからなんか変な決め方しなくても全然ノエピーが勝利でよかったのか。あとは、あ、すごい、まだ全然マックス時の話。マックス時の話までしか来ない。ヤヒはチョコの感想だったねって。確かに可愛かった、それも可愛かった。この視聴者プレゼント欲しいってね、いいよね。あ、嬉しい。本間さんが食レポは優勝だなって、さすが。結構頑張って食レポしました。なんかその週にさ、あのスイーツ部とラーメン部の食リポ対決があったから、なんか食リポそこで鍛えられてたので、なんかいいタイミングで食リポをする機会がありました。そうなんですよ。波が伝えるもの懐かしいな。確かにそうだね。センチメンタルトレインの収録曲だから、もう本当に3年前。やばいね。クレープエッサセットで売り出してほしいの。エッサセット。あ、2つで1つ。2つでってことね。なるほど。いつかリベンジして、いつかリベンジしたいね、スイーツ部は。うまい、うまい。じゃあノエピーの食レポ使おうかな。なんかノエピー勝った。なんかノエピー勝ったって言われてる。やばい。ひなたん優勝ありがとう。やった。
嬉しい。ひなたの食レポめっちゃ褒めてくれてるじゃん。ありがとう。ありがとう。髪切ったのね。そう、切りました。そうなんです。うん、まあ、いい、うん、いい。懐かしい。ひなたもしかしてスピン。そうです。もう寝るだけ。寝るだけ準備満タン。寝るだけ準備満タンです。待って、うちのひなたはやってくれるから格違うから嬉しいね。ボケなしのひなた、ありがとうございます。ちょっとヤヒとナイピー食リポ真面目にやってーって言われてますよ。おもろいわ。うまい、うまい、本当にうまい。嬉しい、いっぱい褒めてくれてる。まだ全然食リポ食リポせいや怒られてますよ。ノエは食リポになってないな、めちゃくちゃうまい。そう、あのフランボワーズさんの推しメンがノエピーなんだって。でも本当に美味しかったよ。時間外からが本番だよね。時間外からあの時間外食リポはもう判定されてないんだよ。ね、本当にめっちゃ20秒ルール無視やん。チョキの勝ちです。違うんだよね。もう本当にはちゃめちゃ。やひこちゃん時間足りないか。面白い。本当に面白かった。ロスタイムは商品説明で終わった。そうなの。勝手に延長戦は草。やばいね。蝶々が乗ってる。終わった。そうなんですよ。蝶々乗ってたんです。うん、でもドローンじらし聞きたい。言ってたの聞けなかった。あ、でもこんくらいかな。でもあ、まだだ。ヤヒの声かわいいよね、わかる、うん、コールが自然と出てくる。早く劇場で生コールしたい。いいね、確かに。今みんな拍手でね、あの自己紹介の時とかも付き合わせてくれますもんね。付き合ってくれてますもん。うんうんうん。ひなひなの組み合わせは珍しいよね。ああ確かに、そうだよね。確かにヤヒとなんかで一緒になるのは結構珍しいかも。でもあの嬉しいことにね、このエサコイサイレディオの収録を終えてから、なんか私の思い違いかもしんないけど、なんかヤヒとの距離がちょっと縮まった気がするの。っていうのもね、なんかこの間ステージがあったんですけど、ね、なんか曲とかやってる時にヤヒとめっちゃ目合って、ね、なんかヤヒがずっと日向の方見てニコニコしてくれてて、それがめちゃくちゃ可愛くて、そう。そうなの。だからあのすごい勝手ながら距離が縮まったと感じています。え、今ヤヒ配信してるの。え、じゃあちょっと聞いてみてください。恥ずかしい、なんか勝手にさ思い込んでさ、え、日向とヤヒってさ距離ちょっと縮まったよね、エッサコイサレディオの時からちょっと距離縮まったよねとか言うのちょっと恥ずくない。それはちょっとできないんだけど。ちょっとそれは恥ずかしすぎるけど。ちょっと
聞いてみてください。はずいはずいはずい。季節は秋だけど、あ、春どこ、そう、季節は秋だけど春どこ。春どこいいよね。春はどこから来るのだろう、だってね、不思議じゃないか、木枯らしに凍えてたのに、ある日突然気づくんだ、通学路の桜の木がいくつか芽吹いていることに。そういう感じでやってこないかな、僕たちの春。始まった瞬間からうるさいって言われてる。やばい。でも賑やかな放送になったと思います。こんくらいかな、多分全部は読めてないんだけど、あの声に出してね、また劇場で春どこ歌ってんって歌うね。いいね。よし、みんながつぶやいてくれたのをちゃんと見れました。村上のイベントで春どこ歌うと思ってた。あー、そう、なんかセットリスト私がちょっと決めさせてもらったんですけど、なんかね、あの本当は最初はあの誘客イベントの予定だったので、なんかみんな結構 NGT を代表するような曲をやりたいと思ったから、まずマックスは最初から決まってて、でなんか最初2曲って言われてたから、んー、どうしようかなと思って、マックスとなんか地元ね、多分声とか出せないから盛り上がる曲がいいなと思って NGT48 を選びました。ね、その後あの無観客配信でっていうのが決まってから、もう1曲追加でってなったので、あの最新シングルの王様をそこで追加しました。そんな感じでした。そう、いいねか村上の配信も見てもらえたでしょうか。4人のフォーメーション面白かったってね、わかる。そう、なんか4人でオーサムってできんのかなって思ったんだけど、そうできちゃいましたね。いけました。うん、4人はレアだった、意外に良かったって、お、嬉しい、やったー。でもなんか私は春カメラと同じ歌ありだったから、ソロパーツとか全然なかったけど、あの青とナナミはソロパートのところがあったから、そのなんか2人ずっと緊張してました。かわいい、やれんのかって最初思ったけど、わかる。あ、みゆみゆがオサム4人バージョンドラさん公演に取り入れようとしているって、おー、いいね。配信めっちゃよかったーって、よかったよかった、村上行きたくなったって、ぜひ来てください、また呼んでほしいねって、はい、また呼んでいただけるように頑張ります。すごい楽しかったな。あおちゃん完璧に踊ってたしってね、あおちゃん本当にすごい、いろんなところを覚えてくれて。平野歩夢さんのお兄さんそっくりだったって、兄弟ですからね。次回はスモアお願いしますね。最初あのスモアで行くみたいな話もあったんですけど、あの5日がおしゃべり会で、そうだから、みゆみゆとつぐちゃんか、みゆみゆとつぐちゃんがおしゃべり会だったからダメでした。でもあのはるか村とななみんとアウト一緒に行けて楽しかったです。そうなんですよ、次は有観客で開催できるといいねって。本当に皆さんに見てもらえたらいいなと思ってます。おしゃべり会再販始まったねって、そう始まります。そしてあのですね、全部完売ありがたいことにしてたんですけど、10月10日分が追加されたので、あのよ参加する予定じゃなかった10月10日分が追加されたので、
あのよかったら遊びに来てください。おしゃべり会明日の夕方から。そうです、明日の15時からかな。よろしくお願いします。いつかアイエス公演見に行くね。ぜひアイドルエッセンス公演お待ちしてます。スケジュール追加嬉しい、よかった。 OK。 お、10日追加するねって、やったー、嬉しい。フードかぶってるとオオサンショウウオっぽさ、やだー、かぶるのやめよう。でも風呂上がりだとさ、めっちゃ跳ねてる。フード、パーカーだからしゃーなしだね。これはちょっとしっかり乾かしたんですけど。そうなの。あ、ひなたの生誕って来ていくね。ぜひお待ちしてます。かわいいさ、オオサンショウだから大丈夫。 OK。 やっぱ髪乾くの早い。めっちゃ早いです。めちゃめちゃ早い。すごい、すごい早い。すごい早いし、すごい軽い。うん、その長さ、癒し離れるようにできそうだよね。しゃあないな、これは。しょうがない。ボブ可愛すぎて毎日つらい？大丈夫。それ、本当はつらくないから。うん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 。ボブひなたん想像以上に可愛くて焦った。嬉しい、やったん。今日はあのボブになってから初めてなんか撮影みたいなのをしたんですけど、そう、なんか今日の撮影がすごい楽しみで、でなんか今日の撮影はちょっといつもの感じと全然違う雰囲気にしたかったので、それもあって切ったっていうのもあります。そうなの。そうなんですよ。何の撮影か楽しみ。あ、でもあんまり世に出ないかもしれない、今日の撮影は。そう、今日の撮影はあんまり世に出ないものかもしれないんですけど。でもなんかあのできましたか。今実は手元にサンプルがあるのですが、まだ公開されてないので皆さんにお見せすることができません。髪短くなった、似合ってる、ありがとう。もう寝る前だから何にもノーセット状態なんですけど、すごい消えました。ロンのカメラはどうなった？まだ探してます。そうなの。でもロンくん可愛いんですよ。またロンの話してるよって思われちゃうかもだけど、ちょっと可愛いから見てほしくて。見て、はい、見て、可愛いの。待て。かわいい。かわいい。待ってないって、そうなの。全然待ってないんです。全然待てないの。でもかわいいの、本当に。よだれ垂らしてる。煮干しって、そう、煮干し食べてます。待てないの可愛い。どっちが犬ですか？あ、こっちが犬です。そう、めっちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛いです。よだれだらけって本当にそうなの。だからなんかお家帰った時に着てたシャツがもうよだれまみれで仕方なくなっちゃって、そう
そうなの。でかいけど可愛いね。めっちゃ可愛い。でもあのいつ昨日はあのまず朝からロンと戯れて、ね、おじいちゃん家に朝行ったのでおじいちゃん家の犬とも戯れて、であの関川村っていうところのぶどう園に行ったんですけど、そこでもワンちゃんがいて、ボーダーコリーっていうのかな、そうの可愛いワンちゃんがいて、でその犬とも戯れて、あの昨日はずっと犬と一緒にいました。うん、やっぱ犬が一番可愛いかも。うん、そう、しかもこの週末はあのあゆたろん家に行ってくーちゃんにも会ったので、あゆたろん家のあの4匹目のワンちゃんなんですけど、そうくーちゃんとも初めましてしました。なのでこの週末は結構ずっとワンちゃんワンちゃんワンちゃん真っ黒で可愛いよね。真っ黒で可愛い。白黒ボーダーコーリー、うん、白黒ボーダーコーリーでした。そのワンちゃんのねお写真もあるよ。太郎って言うんだけどね、めっちゃ可愛かった。じゃん、見て可愛い。それでね、あの左のね目のね目とここ耳の間のここね、よしよしってね撫でてあげるとね、あーね目つぶるの、目つぶって、だからもうこうよこう、よし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 、かわいいねよしよしずっとしてました。かわいかったです。うん、久しぶりにじゃあカラオケでもしようかな。待って、充電大丈夫かな。うんうん、久しぶりすぎる。確かに、でももう夜遅いからそんなに長くはしないね。2曲くらいにしようかな。ギターは確かにギターもやりたいね。落ちませんようにって、確かに落ちちゃうよね毎回ね。じゃあうん、何がいいかな。すごい、かかとを鳴らせも入ってるんだ。今ここでかかとを鳴らせ。え、はっきり言ってほしいも入ってるよ。え、ラーメンワンダーランドも入ってるじゃん。え、めっちゃ増えてる。なんで？なんでなんで？なのに絶望の後ではないなんて、どういうこと？ラーメンワンダーラン。じゃあ何にしようかな。お、大丈夫そう？じゃあちょっと試しにこれ歌うね。
足を抱いた。ここではないどこか連れて行ってよ。優しすぎて弱い日差しみたいに届かない。いくつかの恋経験してもうどんでしかなもの欲しくなった。私のこと連れ去ってでした。ふう。いいね。何歌おうかな、じゃあ。あ、特番の奇跡泣いた。明日今日よりも好きになれる。
何にしようかな。違う。ああ、じゃあ分かった。本日最後の曲はこちら。これにするね。お、いけるかな。あ、いけた。
はい、というわけで虫のバラードでした。なんか最近ソロ公演やってなくて、昨日半身浴しながら一人でお風呂で虫のバラード歌ってたから虫のバラードになりました。はい、というわけでありがとうございました、見てくださって。はい、じゃあ壇上に上がってくださった皆さんのお名前をお呼びしたいと思います。13位チーム G 大好き、あと横浜のおじいちゃんさん、ありがとうございます。12位ピアノゴーさんさん、ありがとうございます。11位山ありかもごさん、ありがとうございます。10位しもじゅんさん、ありがとうございます。9位茨城のゆうきさん、ありがとうございます。8位ラーメン大好きさん、ありがとうございます。7位しゅんさん、ありがとうございます。6位さいほしさいさん、ありがとうございます。5位ひろさん、ありがとうございます。4位オニオンさん、ありがとうございます。3位 NGH グランシェフさん、ありがとうございます。2位イカチアウトマックスときはイカイハさん、私もです、ありがとうございます。1位さとよしさん、ありがとうございました。ありがとう。というわけで、あの SINGT でたくさんつぶやいてくださった皆さん、本当にありがとうございます。オーディで、あの、完全版が聞けますので、オーディでもぜひぜひお聞きください。そしてあの日向祭りがね、月曜日からアーカイブ配信、あの NCT コネクトで日向祭りウォッチングがいつでも金曜日までかな、アーカイブ配信ありますので、よかったら見てください。あの今回はさとちんさん回なので、あのすごく楽しい賑やかな回になっているかと思います。あと、私が告知をせねばならんことは、明日の音玉新聞さんに NGT が載るはずなので、よかったら見てくださいかな、そのくらいかな。はい、というわけで、今日もラジオにショールーム配信に見てくださってありがとうございます。というわけで、あの今週はそうそう、あの総取りもあるし、新潟農業の未来、あの BSN さんの特番ですね、そちらの方もあるので、たくさんチェックしてほしいものがたくさんあります。たくさん2回言っちゃった。というわけで、おやすみなさい、ありがとうございました。バイバーイ。